どうもこんにちは、ラッチでございます。朝の5時早起きです。いや嘘です、夜更かしです。というわけでですね、ゼロ次元が来てるんですけど、裏ゼロ次元ゼロチャレンジ、6タイプ以上必須ということで、このダンジョンね、多色ゲーミングらしいんですよ。っていうかアルジェキティしか聞かない。アトリも見たかな。なんかまあ多色推奨ダンジョン、もともとのゼロ次元がね、そんな感じになっててよ。何がアルジェキティだと。アートリーの時もありましたよ、この貴族生なのに多色だから何もできない男。というわけで僕はこのパーティーで読むしかないんです。一応侵入はできます。多分勝てませんね多分ね。以上やってみようっていう動画でございます。そもそもね、表のゼロ次元を僕ね出せてもないんで、解放すらされてませんので、どういうダンジョンかわかんないんですよね。あ、なんか簡単なやつ、銃だっけ、銃かなんかもらえるやつしかやってないんだよね。銃だったっけ、そもそもわかんねえ何もわかんねえ。遅延なんだ、まずいね。あ、しかもヘイストがないんだ今回。うん、まずいね。しかも6個ないんだ。うん、まずいね。ゾロ使っちゃおう。早くも大神官で6個だよな。そうだよな。耐えれたら嬉しい。まあ減らないと。あー耐えれそう。なんとか、本当になんとか。回復4つないの怖いよ。右は3ターンなんだ、怖いね。この BGM 全然聞いたことないんだよね。で、一応、アルジェキティを貴族性使いが使ったらどうなるのかっていうと、全然回復してないんですけど、でも自動回復ありがたいんですけど、一応ね、その、貴族性使いが使ったらどうなるのかっていう動画は作ろうと思っております。一応木だからな。仲良くできないにしても。このダンジョンのボスなんだっけ、ブラックホールみたいなやつ。あいつが何をしてくるかも全くわかんないんで、あ、いっぱい倒せました。オッケー。もういい。目標が低すぎる。吸収はしない？吸収はしないね。てか、この行動するんだ。怖。グリーンカウンター怖。中華最強はこの名前が不穏だよね、グリーンカウンター。最近ちょっとこのつなげ消しの流れが来ててさ、楽しかったんですけどね、このゲーム多色ゲーミングになっちまったから。宇宙の解放怖すぎ。今んとこでも進めてますね。何をもって多色ゲーミングなんだろう。ガドブレ必須のとことかある、もしかしてそういう感じ。向こうか、サファイアジュエリー。じゃ、このダンジョンをさ、その初見プレイ感覚でターンをトーント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 ーン。あと4ターンかかるってよ。つまり、左は倒しちゃいけないんだ。1体残ったらまた宇宙が解放されそうなんで、左を、無効貫通しないことによって、ちょっと突き合わせると。その作戦で行きましょう。あがいては見ようぜ。どうせ奥で負けるんだとしてもな。あり、どういうこと？足りてなかったの火力。なんかもうよくわかんねえ。あ、こいつ欲しいんすよ、右の。結構なんか動きがいいね。尻尾なんかダーンってやる感じいいね。叩きつけてる感じ。これって無効貫通した方がいいんかな。20億。さすがに出るよね。なので、リズレット。じゃなくて、ゾロから行こうかな。ゾロから行きます。大神官、超魂だもんな。いやー、さすがに欲しいよな。なんかボルケーノとかどうでもいいやと思っとったけど、右さすがに欲しいよな。ただ奇跡の神殿が追加されてるんで、ボルケーノにうまいこと追加されないかなーと。ロッリズレットあってよかったね。弱化が多いよ。大丈夫これ。
11111111。そんなのあんまりだ、そんなのあんまりだ、ひどいじゃないか。アリナの副属性だけずるいよ、そのギミック。じゃあこれで右吹っ飛ばしちゃって宇宙解放してもらって、宇宙解放前提だから回復もそんなできんよ。まあ多分宇宙が解放されますよね、どうせ、どうせ宇宙解放。てかじゃあもうワンパンいらないんじゃない。はい、落ちないドラゴンチャージ 2.5 倍、なんか割と普通のエンハみたいな感じだね。でなんと溜まっていません。ただ 2.5 倍なら受けれる可能性がある、全然ある。さっきの火力の感じ2体受けても耐えれましたから 2.5 ちょうどギリぐらいではどうでしょう。盾を張ったのが裏に出たな。え、ファガンのおっちゃん、うわ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 、ワンパン消えたね。結局ちょっと耐えれそうなんだよな。あ、なるほど、じゃあアシストなしでこの体力、アシストなしで受けれる HP 用意してこようねってことね。ふーんふーん、そういうことか。もしくは軽減貼っていくとか、 HP 洗剤とかつけたらなんか耐えれそうだったよね。なんかさ、このどうせ勝てないんだろうなって思って挑むと意外と萎えない勝てる前提でさ戦ってるダンジョンで負けると萎えるじゃん。はい、クソゲーってなるじゃん。どうせ僕なんか勝てるダンジョンじゃないんだよなって思っていくとちょっと気が楽なのかもしれない。まあ多分厳しいんでしょう。クリア報告が出たらちょっと考えます。このなんかレッツパとかでね、出たらね、考えるだけやるとは言っていない。いやでもこいつ欲しいっすよね。ちょっとさすがにおもろいよね。もう一個あるんでしょ、もう一個あるもんね、デッキの2コンボ。なんか実際さボルケーノが使われてるしさ、でもこのレア度が下がる系のね、あれを僕未だにうまく使えたことがないというか、その貴族生にそういうリーダーがいないんで、まあ、ゾロぐらい。ゾロも多色だからね、変換しちゃったら困るし。まあ今後そういう系のリーダーが貴族生にも出るんだったらこいつが必須になりそうなんでね、欲しいなっていうことでございました。久々になんかそういうチャレンジ系のダンジョンでさ貴族生が置かれたからさ、まあ多分このなんだっけ、未知の新星、次は多分貴族生のドラゴン来るんでしょうけど、まあ、そういうダンジョンだとちょっとモチベがね出ますね。はい、初見はこんな感じファガンにまんまとやられましたと。さあおしまい、バイバイ。